お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、なんとバランス調整が来ましたよというわけで、新カードのね、チャンピオン、紹介しつつね、使っていきたいと思います。というわけで、まあ3枚出て、僕ね、フル課金しました。YouTube のね、アーカイブで多分残ってると思うので、まあ課金してね、完走させる配信ね、よければね、気になった方は見てみてください。1枚がね、このアーチャークイーン、そして、まあ残り2枚がですね、こちらのね、スケルトンキングとゴールドナイトです。で、このカードはチャンピオンっていうね、種類ですね。ノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレア、チャンピオン。で、3枚出て、まあ、どれも強いは嘘。ゴールドナイトですね。もう黄色のおじさんはですね、ナイトのね、なんかまあ突進できる能力を持ってみたいな、ね、今回のチャンピオンっていうカードね、スキルっていうものがあってね、試合中になんとそのスキルをね、自分の好きなタイミングで発動できます。っていう、まあちょっとクララワとはね、また新しいね、なんかこう要素がね、反映されたんですけど、このスキルを使うことによって、こういうね、すごいね、9体ぐらいまでね、連続して、タックルしていくよっていう、まあ能力をね、得たナイトであったり、まああとね、まあ皆さんも知ってると思うんですけど、ほとんどまだこのスケルトンキングですね。こちらのね、キャラのスキルは、まあなんか、能力としては、まあナイトみたいな、まあなんか、なんていうんだろう、キョスケみたいな、まあ盾の普通に攻撃するパターン。で、なんか、倒した敵もですし、まあ、自分の死んだユニットをなんか吸い取って、それをスキルとして発動して、まあ、倒した分だけ、とかまあその場からね、回収した分をこう大量に出していくっていう能力ですね。そう、なので、まあ、なんかスケルトン部隊とか、まあ、墓石とかね、そういうカードとすごい組み合わせとしてはね、優秀なのかなっていうので、まあ、これまだ僕あんま触れてないんですけど、まあ、そこそこに強いんじゃないかなっていう。まあ、なんか、どれも結構強すぎだろうってやっぱ騒がれてますね。でも、その中で一番やばいのが、さあ、こちらのね、アーチャークイーンでございます。これがね、まあ、ぶっ壊れという名がね、世界一似合う女性ではないでしょうか。いやー、ちょっと大きいな、なんか。はい。というわけで、まあ、スキルがですね、これもまたあるんですけど、でもこのカードだけ5コストですね。先ほどの、まあ、黄色いおじさんとスケルトンキングは4コストで、まあ、その代わりスキルが1コストだったり2コストだったりなんですけど、このアーチャークイーンに関しては、単純にもう強いんで、もう5コストですね。まあ、スキルが1コストで、このスキルがぶっ壊れで、矢のね、まあ、攻撃速度が上がります。そして、透明化に入ります。はい。っていうので、今一時的に透明化します。で、ただしなんですけど、この透明化というのは無敵状態とかではないです。ただただ透明になるので、まあ相手のユニットからは攻撃されないです。タワーからも攻撃されない。ですが、まあファイボであったり、まあ範囲攻撃ですね。アーチャークイーンの横にナイトがいて、まあナイトに対してバルキリーとかボーラーとかで当てて、その範囲が、範囲攻撃当たるとかは普通に当たります。なので別に無敵状態ではないです。ただただ透明になっただけですね。っていう能力なんですけど、まあ、これがね、めちゃくちゃ強いので、今日はね、ちょっとこのアーチャークイーン使ってね、はい、やっていきたいと思います。で、ちなみになんですけど、さっきまでね、そう、これめっちゃ使って、もう8000手前まで行ったんですけど、今ね、クローンがバグってるらしくて、この現在動画撮ってる時はね。で、そのクローンのバグっていうのは、なんかクローンって普通 HP1 なんですよ。どんな技でも受けても、クローンしたユニットって1でもダメージ受けたら解けるんですけど、なんかパピーとか、ラバーのパピーとかを、クローンすると、そのなんか普通にラバパピーがそのまま生まれるんですよ。っていうバグ、まあ、えげつないバグで、もうラバクロー今2回に1回ぐらい引くんで、マジ、柳雨の赤をね、あ、違う、ザップの赤をね、いや、マジ、柳雨の赤をね、ん違うね。いや、マジね、ザップの赤を柳雨にしようかすごい悩んでるぐらい、ラバクローしかいないっす。はい、まあなんですけど、バグぐらいにしかマジ負けないっすね。なんでまあ、それ以外にしっかり勝ちつつ、ちょっとね、マルチやってきて、どう思います。すいません、マルチ行こうと思ったんですけど、今、クララをやってる人がね、多分めちゃくちゃ多いのか少ないのかわかんない。重いらしくて、クララ自体がね。マルチ、マジマッチングね、5分とか表記されて、マッチングしないので、ちょっと今日はグラチャレでね、勘弁してください。レベル14のヤバさをちょっと伝えたかったんですけど、まあ一応グラチャレでもね、着衣のヤバさとかはね、伝わるかなと思ったので、ちょっとね、グラチャレやっていきます。で、なんとね、グラチャレとかも、これイベントデッキみたいなね、別で組めるようになりましたね。なんで、間違えて入るっていうのもなくなりそうですね。さあ、よろしく。あ、この人あれじゃない？マルチで見る人だ。で、グラチャレも、なんとね、タワーレベル11に統一されましたね。変わりましたね。まあ、11以下の場合は11以下だと思うんですけど。さあ、新エーターログとかはマルチでよく使ってる方だと思うんですけど。さあ、新エーターログですね。さあ、あっちゃくいね、見せていきましょう。まあ、5コストって重いです。ですが、この子なんと、ファイボザップ、ファイボウッドではやられません。まあ、天敵はライトニングですね。まあ、でもライトもね、やっぱあんまいないんだよね。
さあ、ここしっかりね、踏んで、もうこれだけで言っちゃえば相手きついですから。あと、コウモリとか追加したけどね、親衛隊か。さあ、ちょっと突破したいよな。突破できないのかな。で、ここね、マジカーチャーがやられそうな時は、マジカーチャーじゃねえわ。間違えた。マザネクね。透明化をね、使ってあげます。今の透明化ちょっと下手かもな、みたいな。思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、許してください。なんかね、スキルはね、使うじゃないですか。でも使ってから1秒ぐらいね、なんかあるんですよ。時差みたいなね。デリバリーみたいな時差があって。まあだからね、こう、使ったんだけど、その発動までの間にやられちゃうみたいな。うお、さ、相手も来た。新カード。このスケルトンがいっぱい出てくるやつですね。なんで、その間にやられてしまうと、そのスキル分のコストだけなくなって無駄になっちゃうっていうね、そうことがあるんですよ。今のもまあ多分ね、スケルトンとかめっちゃ産んでる途中で死んじゃったみたいなね。そうか、まあスキルをだから使うのがね、めっちゃ大事ですね。使うタイミングであったり、まああと、このカードはね、マジ、アチャクイは単純に、なんだ、火力がめっちゃ高いんで、普通に透明化でね、こっそりこう相手のタワーめっちゃ殴ったりとか、一気にタワー落とすぐらい、破壊力がね、高いと思ってます。残ればマジで強いね。で、今回って LSP なくなったのかな。ちょっとね、さあ、まあ、ほどほどに行って、さあ、来た、新カードね。で、今、魂をね、回収する。で、ここで攻撃されるところを透明化してあげて、スケとかもね、挟んであげることによって、さあ、圧着以外でマジ無双してます。まあ、だけど、タゲ取られてしまうとダメージ受けちゃうよね、そりゃ。さあ、で、1回の試合でスキルは何回でも使えますね、その場にいるなら。そう、だからまあ、それもまたいいところですよね。さあ、メガナイトの後ろのコウモリが無双はしてるので、一旦ここ待って、ちょっとあれだね。もう一回ロイホグを受けなきゃいけない、俺は。ロイフグ受ける構えだけ取って、こうやってメガナイトのコストね、溜まったんでね。で、ザッピちょっとね、怖いんで。もうこうなってしまえば、俺の方が今流れは非常に良さそう。さあ、からのこれは来たんじゃないのか。折りがちょっとやだけど、ね、まあ、ファイボもあるか、相手。さあ、ファイボもあるでしょうが。さあ、ザップとか適当に打ってね。さあ、クロークここで、ね、透明になります。透明になると、滝がね、変わります。で、しかもババも見てないんで、うわい、ぶっ刺さっていく。っていう能力ですね。これがめっちゃ強い。透明化して、何もね、マジカーチャーじゃないです。圧着を見ないので。その間に、超高火力のね、一発、超高火力の攻撃を何連射もするんだよね。今みたいなのがすごい気持ちいいですね。今の方もだってマルチ、全身世界20っすよ。化け物っすね。いや、やばいっす。やばいプレイヤーです。けど、それにもね、勝っていく。もう圧着いなんですよね。チャンピオン3種の中で圧倒的だと思ってます。まあ、そして、何を言おうと思ったら、このメガナイトデッキの僕、マスケを圧着にしたんですけど、これがまたすごい良くて、だからメガナイトデッキってね、やっぱ火力がないので、まあ、ゴレとか、ジャイとか、まあ、バルーンとか、もうそういったデッキがね、まあ、相性悪くなって、基本的に勝てないんですよ。っていうので、メガネデッキってまあ、強いけど、まあ、そんなめっちゃ強いかって言われるわけでもないカードなんですけど、これはね、マジで、圧着印の火力が高いんで、弱点をすごいカバーしてるんですよね。そうそうそう。で、これね、ちょっと見てほしいんだけど。で、ここで透明化して、行くことによって、まあ、ディガーに行くんでね。あー、今のザップー、今、なんか神ザップできたことなみたいな思ったんですけど。まあまあまあ、難しいですかね。このね、スキルを使いこなせるようになれば、マジ無双できます。でもこのマジアチャ、マジアチャじゃないな。ごめん。圧着いね、ウォールブレイカー。本当に、圧着いだけで全ての今まで相性悪いデッキを覆せるぐらい強いです。なんならペッカ工場ね。まあ、間違いなく嫌です。嫌ですけど、圧着いの火力をね、舐めてもらったら困ります、皆さん。圧着いです。姫様です。さあ、これメガネで踏みますよね、圧倒的。やべ、待って、ゴースト、やめろ。おーい、やめてくれよ。これやばい。これやばい。普通に、やばい。ペッカも、結局、圧着衣なんですよ、皆さん。まあ、この後ね、お楽しみにね、ペッカエレキとか来るかもしれないですけど、まあ、圧着衣が始まるんでね、見ててください。さあ、あと、クロークのコストもね、しっかり残しておいてね。まあ、何がきついかって僕、よく考えたんですけど、圧着衣のメタが意外とメガナイトっていう、あと、コウモリですね。うん、と思いましたね、僕はね。で、こう透明化さしといて帰らす。
うまくねこれ。で、圧着に残る。いや、これよ。ね。いや、マジで。俺、圧着のね、プロになれるかもしれない。いやー、まあまあまあ。で、ここでもう一回スキル使えるんですよ、あと。今使わなくてもそうなんですけど。これ使うじゃないですか。そしたら、もう無限、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 無限。ペッカ、ペッカ、虫、ペッカ、虫、ドンマイ、ペッカ。おい！で、あと55。これやばい。マジでやばい。マジでやばい。本当にやばい。マジで笑えない。笑える。笑えるでしかないんだけど。相手もいたんかいって話なんですけど。圧着の弱点マジでコウモリとかね、小物系なんでね。いや、待って。やべ、圧着強っ。ごめん、なんか。圧着めっちゃ強いね。びっくりしちゃった、今。いいの殴る。いやでもめっちゃいるんじゃない。いや、こっそりね、透明化とかされてると怖いんですけど。圧着はまあでもコウモリね。コウモリとかやっぱ小物に弱いんでね。まあ圧着プラスのザップとかヤナメはね、流行りそう。スワイリク使う。圧着やっぱしっかり出していこう、盤面に。場に出していかないとね。で、あとまあ下げながら。で、メガナイトね、踏みたいね。で、透明化してね、しっかり残らせてあげて、ちょっと許容します。許容して、オッケー。いや、これ来たろ。これです。で、問題はあれ、もう一回透明化しとくか。これ、ペッカ来りそう。いや、オッケー、天才。ペッカ来り読みの透明化。いや、来た！これ残ったら熱いやろ。いや、マジで、これがね、最強すぎる。で、早く透明化、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 透明になれー！オッケー。いや、これよね。ね、今のもう、透明化したことによって、ペッカをね、完全もうメガナイトとかね、他のにやって。いや、これがね、世界変えるのよね。マジで強くない？やばいよね。さあ、いや、マジでやばいよね。あの、本当に一つだけ大きな弱点が、まあ、小物も言ったんですけど、ライトですね。やっぱライトニング5コスをね、6コスでやられたとて、しかもタワーとかでもね、巻き込まれたりって考えたら、他のユニットとか。結構痛い。うん。まあ、そこぐらいっすね。まあ、ライトが唯一の大きな弱点。まあ、小物も大きな弱点だと思うんだけど、まあ、正直ね、ザップとかヤナメとかでカバーできるんじゃないかっていう、今回のクロスかホグか、さあ、なんでしょうか。うい、来ましたね。もう、やっぱ、圧着衣なんすよね。圧着衣がね、最強クラス。あれ、メガナイトで踏みたいね。透明化して、透明化してからの踏んで、いや、これ踏んでても、いや、これが結局強いんだよね。いやー、相手ファイバーズしてる。あ、これ終わったっすね、相手。もう一回透明化使いたい、俺。透明化するじゃん。もしね、あの、圧着にタゲ行ってても、おお、タゲがね、そう、貫通してというか透明なんでね、言うのに行って、いやー、これが強いね、マジ。タゲを一回変えさせられるっていうのも強い。だから、最初これね、撃ってるじゃん。撃ってるのを透明化して、コウモリとかゴブリンとか出して、こっちにタゲを活かすると、これね、キングを見て、落ちます。やばない？やばいよね。そして一つだけ言わして、俺多分上手いの、この透明化。自分で言うなってやられたけど、多分俺上手いのよね、これ。いや、めっちゃ楽しい。マジで、なんかもうワクワクが止まんないよね。圧着いね。まあ、圧着いメガナイト。単純に多分このデッキも結構強いと思ってて、いろんなデッキあるんですけど、なんか普通に、なんだろ、弱点を圧着いで全て補えてて、単純に合うと俺もうめえ。うん、負けねえんだよね。マルチもすごいぐらいに、なんか使い始めて4連勝ぐらいしたの。4連勝ぐらいして、その後に、もうやっぱバグですね。はい。ラバクロに負ける。で、その後普通に勝つ。で、もう一回バグのラバクロに負けるみたいな。バグにしか負けなかったのね。まあ、一回ラバルに負けたっすね。で、まあ、ラバが単純にちょっときついのかなっていうのはあったけど、まあ、バグとラバにしか負けなかったんで。って考えたら結構強いんじゃない？さあ、いいザップじゃない？これ。で、透明化して。で、タゲがメガナイトの方に行く。そして無双。やばすぎる。いや、マジでやばいんだよ。こんな簡単にタワー折れたっけっていうぐらい、圧着の防衛方法が想像以上にむずいね。
だってね、アチャクイに直接ハンターが当ててもタイミングよくね、透明化されたらもうハンターね、もう3発ぐらいピョンピョンピョンってね、もう2秒ぐらい、1秒ぐらいで溶けますんで、秒溶けだし、なんかすごいね、単体最強っすね。単体界マジで頂点レベルで何にも負けないよね。いや本当にえぐい。メタは小物と、まああとメガナイトだね。だからメガナイトはいいな、めっちゃいい。これだってアチャクイも生きるし、アチャクイメタでもある。さあグララはちょっと今重たいんでね、アカトルネも俺をね祝ってくれてる。アチャクイゲーだ。さあアチャクイ出していくぜ。アチャクイいれば全部止まる。火力化け物です。イグメカラとユニット出してね、いっぱい。メガナイト踏みたいよね、なんだろ。だからこれでスパーキーがやっぱ透明化したことによって結構こっちまで来るんですよ。こっちまで来て、それで踏めると。やばい、待って、やばいやばい、しかも相手いる、やばい、待って待って、やばい。いやまあまあ、でも OK、 一回スクロークスキルか、スキル使った、あ待って、やばいやばいやばい。でもクローク、あのアチャクイヒースピ絶対強いと思ったんですよね。あとちなみに多分言ってなかったんですけど、このなんか必殺技というか、まあスキルですね、右下のボタンで使ったタイミングでザッピーとかザップとか雪玉とか打たれると、なんか一瞬リセットされます。なんでタイミングよくそういう呪文を打たれてしまうと、なんかもったいなくなるというかね、意外となんかあれっていう、透明化なるはずだったのに、なる瞬間に打たれたことになってならずに死んじゃうとかもありますね。そうだから意外とまあ対応策はあるものの、対応できないぐらい強いですね。いやもう余裕で勝っちゃう、もん強い。さあそんなこんなでよろしくねと。グランドグランや、俺のね前所属させてもらってたクランです。さあお世話になりました。アチャクイ、なんかゴブリンだけでもよかったかもね。でこれアチャクイね、マジ単体で言ってこれで守れるやろって時とかにねやると結構よかったりします。これはね一応発動1コストなんだね。あーでこれはまあ小物に弱いんでね。さあしょうがなく見送ってあげて、いやーこのガゴムリ、待ってガゴムリやばい。さあガゴムレね、ガゴムレスキアミプリンスのホグでしたね。まあホグ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 、あっちゃ食いゲーしたいね。まあガゴムレはまあどうだろうな、スキルと無駄にザップってあっちゃ食いのスキル使ってガゴムレ突破して、とかかな、理想はね。さあプリン、あのプリンもやだよね。ザップなんでね、こういう小物系が嫌になって。さあ処理できたのはでかいと。さあコウモリぐらいから入ってあげよう。これ地味に嫌ですからね。でホグもねちょっと出そうかなみたいな構えをしながら、さあメガナイトで踏んであげると。でここに来るのは、まあ、プリンスガゴムレスケアミで、まあ、ガゴムレ来るとマジでえぐい、来ました。まあここはアチャクイで、アチャクイしかまた一発じゃないんだよね。火力はね高いんだけど、スキル使った時にもっと高くなりますって、これ多分プリンス当ててくると思うんですよ。透明化して勝ってもらって、ここ、いやここ勝つんですよね。いやこれが強い。1コスト、まあ、1スキル、まあ、スキル1コストなんでね、使うだけでそこ突破できんのっていう。相手のプリンスとかムートとか本当にそういうの何でも溶かせるんだよ、1コスト使うだけでね。それがねえぐち、マジでえぐちだと思ってます。これ相手メガネとかあんのかな。さあない。さあアチャクイです。アチャクイを100回出しましょう、そしたら勝てます。アチャクイゲーです。ちょっと痛いですね。ガゴが、ガゴめっちゃ刺さってね、やばい刺さりすぎやろ、ガゴめっちゃ刺さりすぎやね。待て待て、何でも2回言ったね、ね、刺さりすぎなんだよね。だってまあでもこれ相手がきついんじゃない、逆に。ザップが遅いな、反応が GG だ。あでもこれタゲがいい、あ入った、ナイス。
オッケー。いや、まあ、結局、圧着位なんだよね。もう、なんか、今まで、メガナイトできつかった、すべてを、圧着位が何とかしてくれるんですよ。圧着位ゲーです、この絵は。これから毎日ね、圧着位動画があります、皆さん。はい、楽しみにしておいてください。もう、この2体俺、触らなくていいもん。アップは、ここがちょっと重たいですね、今。さあ、よろしく。ダークライト。この人もマルチで当たった気がするな。マルチみんな当たんなすぎてグラツラに潜ってんのかな。さあ、オールブレイカー。もしてこれ、俺のデッキか。まだ一回もね、このデッキと当たってない。ああ、さあ、枯渇ですね。オールブレイカーいい。これなんかもしかしたらね、黄色おじさんとかね、スケルトンキングとか、そういうカード入っててもおかしくなさそうですね。さあ、ハンティング。ああ、これ、ムートハンターの、ウォールブレイカーバレルの普通のプリンの、最近なんか流行ってる枯渇かもしれないですね。普通の。はい。まあ、着衣で、なんとかしましょうか。待って、俺、U の位置下手？これ。えぐい、下手どころのレベルじゃない。下手、次。で、まあ、ここになんか当ててくれるんですけど、まあ、とりあえず、クロークしとけばいいです。透明化なんでね、これ、ボコボコにしてくれて、はい、ボコボコにしてもらって、さあ、新カード出てきましたね。これもね、めっちゃ走るんですよ。やべ。神雪玉来た。さあ、スキルを使わずにね、普通に戦ってきましたね。まあ、ここはね、遅れて。さあ、しっかりプリンも対応してあげて、お互いね、攻めたことによってコストがちょっと足んない。ザップ打ったら落ちたりしねえかな。落ちなかった時ちょっとやばいんですけど、落ちますね。なんならついでにプリンも誘拐して。誘拐おじさん、メガナイト行け！ナイス。神やんけ、あいつ。やばい異名を手に入れた。だがしかし、その強さをね、全世界に。かっこええ。さあ、ゴブリン。いや、マジこのメガナイト、オルビルカー多分最強クラスなんだよね。だって、ロイ、ゴレ、まあ、バルーン、プリンス、ジャイ、スパーキー系とか、まあ、そういうのはとりあえず無理なんですけど、それ系多分、圧着でなんとかなるんですよ。まあ、ラバだけかな。まあ、頑張れないことはないと思うんだけど、ラバも。全然。ちょっときつい。ってなったらマジで、この時何に負けんのっていう話。だって俺がただ下手だったね。俺がこれ下手だっただけなんで。まあ、下手なんだけど、神強でね、世界変えます。で、スキルですね。いや、スキルいらんかったかな。いや、でもいい。このスキルでね、攻撃速度も上がるんでね、この瞬間。攻撃速度と攻撃力が上がって暴れます。で、スキルがね、もう一回溜まるの間に合わなそうなので、一回ここはね、我慢してあげて。いやー、これやばいよ、マジ。励ますよ、これ。意味わかんねえか。励ますよ、とか言っても。いや、マジで、怖いもんな。これもウッドでさ、俺きれいにも、ユキ、ああ、まあ、ユキ使ってくれたのに。まあ、あとだってね、まあ、圧着出しとけば。すべて止まりますから。相手ロケットもなんもない。あれ、すべて止まります。すべて止ま、いや、止まるんですよね。やっぱもう、黄色のおじさんって、何してんの？うちの圧着を見習ったらどうなんでしょうっていうね、話なんですけど、ああ、言うの帰ってきちゃったね。さあ、ハンター来そうなんで、透明化してあげて。ああ、で、このね、いや、うまいね。タイミング見てますね、ハンター使う。さあ、ちょっとザップとか打っちゃったよ。おじさんさよならしてほしいな。いやー、着衣。しかも、ここで透明か。うきた！ダクプリだけ感じ、ただただやられるダクプリ。いや、かわいそすぎんあれ。ダクプリ相手。やばいよね。出した瞬間にただただ殺されちゃうっていう。いや、ま、あ着衣ワンオンワン最強、神すぎる。やばい、これだってもう俺一回使うともう一生使いたくなっちゃってるもん。もう依存した。大好きすぎる。さあ、ここ勝てばね、12です。やばいね。余裕すぎる。圧着い。え？惚れたわ。もうね、マザネ君なんておばさんはいらない、俺には。圧着いね、もうピッチピチだね。いやー、興奮してくるぜ。さあ、ユーニー、ギャング、ネクロー！あ、ネクロもこれまた珍しいですけど、圧着いからのメガナイトフミフミしたいね。圧着ちょっとコスト重いんだね。いや、待って。イレジェイだけはちょっとやばいかも。もう、ネクロがちょっとやばい。待って、手出すな。俺の。
透明化して、このディガーからね、逃げます。いや、オッケーオッケー。いや、これで、しかも残ったことによってカウンターです。いや、メガナイト、お前、お前、圧着衣前に生かすんじゃねえよ。圧着衣様だぞ。いや、透明化であのディガー避けれるのせこくね。でもう一回透明化できます。で、なんか来ても行きます。相手もそんなコストがないっていうね。いや、ポイズンか。これでももう一回透明化できそうだな、俺。いけるぞ。相手結構攻めカードばっかだからな。ここで透明化して、いや、透明化ちょっと早かったな。いや、透明化ちょっと早かった。いやー、これ透明化のタイミング良ければ勝ってたー。ちょっと下手。いや、ごめんね。ちょっとだけ下手な時はね、たまにやんのよ。今のね、タイミングくればだってもう終わってましたよ。マジで。マジで終わってたんだけど、ちょっと下手だったよね。ちょっとだけね。うん。まあ、ちょっとなんかね、下手ぐらいがちょうどいいのかもしれん。さあ、510。510って世界一長いよね。と思うじゃん。あ、ないな。圧着衣様がいるからね。圧着衣様の手にかかれば、500なんかぴょんぴょんってね、終わっちゃうからね。あと、ディガー見るからね。まあ、問題はシャシャって攻めると終わっちゃうっていう。圧着だって透明化したらエレシアイのカウンターはさすがに受けんのかな。どうなんだろう。あ、さすがにちょっと透明化ね。あとディガー切り替えして。これ透明化してもね、さすがにポイズンとかね、スペルはダメージ受けるんでね。あー、そう考えると、いや、うまい相手。相手うまいぞ。え、なんで？オッケー、いや、そっちに行くのいい。そっち行くのが正解。ディガーのね、コツ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 稼いでもらって、圧着様？いや、これちょっとさ、もしかして俺折れないパターンとかある？折れないパターンだけはさ、笑えないんだよね。最命280でギャングがね、ギャングが地味や。ここでギャング使わせます。いや、完璧な虫。あ、これでもザップで決まったっすね。おー、あげー。なんならとは同情としても行きましたねっていうので、皆さん分かりましたか？あの、圧着衣がぶっ壊れです。はい、使えってください。使え使え、それだけです、僕が言いたいのはね。はい、というわけで12、ナイス。宝箱の中身はこんな感じですね。はい、というわけで今日はね、新カードチャンピオン圧着に使ったんですけど、まあこれ掘れない男はいないね。これで掘れないやつはマジ見る目ないですね。はい、圧着皆さん使ってみてください。このメガナイトオールウェイカーマジ単純に強いです。はい、最強デッキ認定したいと思います。まあこれしかまだ使ってないんですけどね。はい、というわけでよければ使ってください。チャンネル登録、高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。